全国に170店舗ある焼肉チェーン店アーンですね。岐阜に出身なんですけど、岐阜になかったので初めて知りました。岐阜の人だと栄ですね。栄のアーンが一番近いかなと思います。食べ放題がお得な感じですね。でも今はキングにやられちゃいましたって感じかなという人ですね。こちらサービー、この機械で商品を運んでくれました。さあ動画はこちらです。取ってボタンを押すだけで簡単な操作でした。こちらは何といってもアーンカルビ290円がお得ですね。外腹ですね。ちょっと筋があるのは否めなかったですね。まあ290円相応のお肉だと思います。ただお腹いっぱい食べるには持ってこいかなと思います。塩タンですね。ちょっと生臭かったんですけど、まあ合格点を上げれる塩タンかなというふうに思っています。暑さも結構暑かったですね。こちらがキムチ、味があまりしなかったですね。僕は基本的にはっきりした味が好きなので、ちょっとごめんなさいかなって感じでしたけど、お口直しにはいいんじゃないでしょうか。あっさりな感じですね。こちらがなんと珍しいナムルですね。キクラゲのナムル。キクラゲは個人的に好きなんですけど、ナムルにしてもまあまあ生かした料理だと思いますね。ただこんだけキクラゲだと、食べたのは人生初めてかなっていう印象です。もちろん僕といえば、焼肉といえばニンニクホイルですね。ニンニクホイルの美味しい食べ方は、ここに焼肉のタレをドバーッとかけて煮て味をつけるというのが僕のおすすめですね。こちらがホルモンですね。まあ普通のホルモンですね。はい、こちらは、お値段は安いんですけど、ごめんなさいかなと思いますね。キングと比較したらキングの方が断然にお得かなと思います。こちらがイイダコの明太マヨネーズ和えですね。こちらも、なんかタコの生臭さがしましたね。こちらが明太卵チクロンですね。タレがなかったのか、味が全くしなかったですね。多分従業員が忘れてたと思うんですけど、それはやめていただきたいなっていう印象です。こちらはわかめスープですね。こちらはまあ美味しかったですね。熱々で喧嘩せず、バランスよく、スープとタレのバランス良かったですね。はい、今日は単品メニューですね。お一人で、なんと3800円ですね。まあ、このぐらいなら他の焼肉屋もあるので、僕は他の焼肉屋をおすすめするかなと思います。ただ食べ放題だとこのお値段なので、安心して食べれますね。まあ、食べ放題のいいところはもう一回言いますけど、安心して気兼ねなく食べれるところですね。自分の好きなものを。ただあまり大げさな食べ残しは料金をいただくそうなので、ご注意ください。でも安いですね、こう見るとね。はい、カルビー専用ご飯なんかあるなんて、結構凝ったお店かなというふうに思います。ドリンクバーも290円でお得ですね。お客様は8割ぐらい入ってましたね。結構な人気です。駐車場は全然入って車なかったんですけど、8割方、まあ、ご近所さん、地域に愛されてるお店かなという印象ですね。接客はかなり良かったですね。はい、教育が行っておいてるかなっていう印象です。コンビニなどもあって、お値打ちで食べてます。まあ、170店舗今後僕は右肩下がりになるんじゃないかなと分析をしているんですけど、今後ますますのご活躍を心からお祈りをしています。ではバイチャー。